やばい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 。逃げろー、やばい。あれはやばいぞ。はい、だよ。ケディアルゲームにようこそ。アクリスタルですね、やっていきたいと思います。今日はね、クリスタルアリスでのクリスタルワイバーンの巣を紹介していきたいと思います。今日の目次はこちらになります。一つが巣の座標紹介です。二つ目がその中の卵の場所になります。そして三つ目が卵取りにおすすめな生物の紹介になっております。まずね、事前の基本情報として、巣の周りのワイバーンっていうのは普通のね、クリスタルワイバーンと違って中立から敵対に性格が変わってるんですね。で、通常のオリジナルワイバーンと一緒で巣に近づくと襲ってくるので気をつけてください。でね、もう一個あるんだけど、それならね、もうね、プライマルクリスタルで普通にクリスタルワイバーン手にした方がいいんじゃないって思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、実はね、ワイバーンの巣にはね、むちゃくちゃスペシャルなものがあって、それがね、こちらになります。じゃん。レベル200オーバーの卵が生成されるんですね。これやばくないですか？レベル200オーバーですよ。なので巣に行くことによって最高レベルの個体を手にすることができるんですね。ということで早速ワイバーンの巣に行ってみたいと思います。クリスタルワイバーンの巣に関しては砂漠のグリフォン谷の近くに生成されます。で、今目の前にあるあの岩肌ですね、岩の、まあ、山みたいになっているところが巣になっており、で、まあ、遠くからでもね、ある程度目視できるような形にはなっております。そしてこの岩山みたいになっているところがクリスタルワイバーンの巣になります。で、座標はね 75.9、42.6、まあ、75から6、42から3あたりですね。で、ここの岩肌の外周に卵は存在します。一応ね、ここのね、山みたいになっているところ中もあるんですよ。実は空洞になってて内部がで、くり抜かれている感じでこうやって中もあるんですけど、ここはね、実はね、巣がないんですよ。ありそうで、モッド版ではね、オリジナルワイバーンがここに巣を作っていたので、まあ、もしかしたらね、なんか競合するから外側に作るようにしているのかもしれないですね。それでは次に卵の場所を確認していきたいと思います。で、卵の場所はね、結構ランダムであったりなかったりするんですけども、場所としてはね、こんな感じで外周の壁の隙間みたいなところにあることが多いです。こういう感じでね、隙間にね、あることが多いんだよね。あ、こういう感じですね。こういう感じで隙間に巣がね、置いてあることが多いです。こんな感じですね。135のエンバーですね。ちょっとまだね、他にね、卵を探したいので周りをぐるっと見てみましょう。外周の中でもちょっとね、岩陰というか岩の隙間に生成していることが多いですね。あ、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じですね。こういう感じで置いてあるっていうところですね。200で、大体ね、こんな感じでね、結構ね、ランダム性があるので、デスポーンとかリスポーンとかする中でね、いろいろね、その時々によって巣は違うので、まあ、外周をぐるぐる回りながら見ていくっていうのがいいかと思います。あぶねえ、いつの間にかたげられてた。焦った、マジで。さあ、トロペに追いつけるかな、ブラッド君。君は追いつけるかな。で、こういう場合はね、適当にね、地上生物にね、ヘイトをね、なすりつけるのがね、おすすめです。それでは次に卵を取る際のおすすめの生物を紹介していきたいと思います。自分はね、まあ多分2パターンあるかなと思っていて、ベストはね、今乗っているトロペのジェットですね。これね、今みたいに単純に速いんで簡単にね、巻くことができます。本当にね、どこに行っても大体巻くことができる。で、次にトロピカルが有効かなとは思ってます。もしね、トロペがいない場合っていうのは、トロピカルワイバーンがすごくおすすめになります。で、なぜおすすめかっていうと、トロピカルに関しては水ブーストっていう形で水に触れることって速度が上がるんですね。なので、そこで一気にね、離すことができるので非常に有効です。で、ただね、水に触れるまでは結構どっこいどっこいの速度になっちゃうので、そこはね、気をつけないといけないっていう感じですね。それでは実際にトロペとトロピカルを使って逃げてみたいと思います。それではトロピカルで試していきたいと思います。でね、トロピカルに関してはスタミナはね、1000あった方がいいです。まあ、この個体はね、ちょっと強めなんで1600あるんですけど、まあ、1000はね、やっぱ欲しいかなって感じです、スタミナは。で、クリスタルワイバーン同士だとこんな感じで、あんまりね、距離がね、詰まらないんですよ。互いにね、多分同じ速度なんだよね。で、これだとね、卵をね、盗んだ場合ヘイトが長続きしちゃうんで、結構ね、もうスタミナ切れになってやばくなっちゃうので、ここでね、水をね、ポチャンとやります。そうするとだんだん距離がね、遠くなっていくっていうような感じなんで、ね、まあこんな感じね、まあ、今はね、卵盗んでないんでヘイトがそんな長続きしないんだけれども、まあこんな感じで一気にね、水ブーストすることによって引き離すことができるっていうことなんだよね。で、トロピカルで逃げる場合は、今みたいに通常だと速度がね、大体同じぐらいのどっこいどっこになっちゃうので、必ず
水辺、水がある場所ね、少しでも水がある場所に行って水を少しでもすぐに触って逃げるっていうのがねコツになります。それでは次はトロペでさっきのブラッドのレベル200の卵を盗んでいきたいと思います。で正直ね、トロピカルワイバーンでも全然いいんですけど、僕はねトロペを捕まえる前はずっとトロピカルワイバーンでやってましたね。でただねトロペはねあまりにも便利すぎる、あまりにも便利すぎるんで、はっきり言ってトロペは最適解です。トロペがベストな選択肢になっております。よし、いないね。ちゃんと周りを確認して着陸します。それでは行きますよ。はいはい、来るぞ来るぞ来るぞ、一斉に来るぞ、いろんなところから。ほら来た。逃げる際、トロペで逃げる際は注意点として一つあって、拠点の方向に行かない方が多分いいと思います。めちゃくちゃねヘイト時間が長いんだよね。なので下手すると拠点の近くにワイバンいることになっちゃうので、拠点とはね違う方向に逃げた方がいいと思います。こんな感じ、こんな感じ、こんな感じで地上生物にわざとヘイトをなすりつけるっていうのが、まあ普通のワイバンとオリジナルワイバンと同じなんだけど、やっぱりね強い手段になるかなって思いますね。地上生物にヘイトを向けるって感じかな。やべえ、全然ヘイト向かねえ。すいません、ヘイト向きませんでした。追ってきてるということで、卵を盗んだ際はヘイトがあまり映らないので頑張って逃げ切りましょう。もうさすがに追ってきてないかな。やーべえ、沼地に適正のクリスタルワイバンを解き放ってしまった。俺はなんてことしてしまったんだ。ここがローカルサーバーでよかったっていうことなので、オンラインでは皆さん気をつけてください。それでは先ほどの鬼のような追跡をようやく巻くことができて、砂漠近くの拠点に帰ってきました。今日はねクリスタルワイバンの巣について解説をしてきました。やっぱりね卵はね200オーバーが出るっていうのはめちゃくちゃでかいので、ぜひねトライする価値はあるのではないかと思います。でまあその際にはね、まあ、トロピカルワイバンかトロペオグナツスが、まあ、必須になるかなと思います。でまあ正直プテラはね危険で、なぜプテラは危険かっていうと、まずねオリジナルワイバンと違って速度が上がってるっていうのと、あとブレスがね継続攻撃になってるので、1回でも触れてしまうとめちゃくちゃダメージが大きいんで、ミスが本当に許されないんだよね。なのでプテラはねちょっと僕は怖くてねきついかなっていう風に思っております。いやでも今日はねこのレベル200のねブラッドの卵が取れたのでめちゃくちゃ嬉しいです。これはね非常に大きいのではないでしょうか。皆さんもぜひレベル200オーバーを狙ってはいかがでしょうか。それでは本日もご視聴ありがとうございました。現在ですね、アークエイペックスの動画アップしておりますので、よければチャンネル登録もお願いいたします。各シリーズの再生リストに関しては動画詳細欄に貼っておりますので、よければぜひご視聴ください。また、いつもコメントや高評価くださっている皆さん、生放送に遊びに来てくださっている皆さん、本当にありがとうございます。ぜひですね、恐竜ライフを一緒に楽しんでいただければ幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。